じゃあ、ランデルマン、マキさん、本日はお忙しいところ、お時間とっていただきまして、本当にありがとうございます。マキさんには、あの、昔ですね、あの、イスラエルの方で、あの通訳をしていただいたことがありまして、本当に素晴らしい、ヘブライ、日本語からヘブライ語への通訳ですね。はい、はい、あの、本当に素晴らしい通訳していただきまして、あの、感謝しております。今日はですね、こうしてお話を聞きできるの、あの、本当に楽しみにしております。ありがとうございます。 えっとそれではですねあの何、えー、ていうかこうマキさんのですねちょっとおい立ちのところから簡単にこう自己紹介をしていただけるとありがたいんですけれどもよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、今回私も、えー、このような機会を与えてくださいまして本当に感謝しています、えー、日本を離れて、えー、30年近い <laughs> 時間が経っていますので。<年> <laughs> ちょっと聞き苦しい日本語になるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えっ、ー、とですね、今、えー、石井田様の方が言われあのおっしゃってくださいましたけれども、えー、私は北海道の旭川市で生まれました。えっ、ー、と両親は、えー、東京のホォーミュー教団所属の教会で知り合って結婚をし、うん、ええー、父がその、えー、タイミングで東京聖書学院に入ったそうです。うん、で、 えー、聖書学院で勉強しながらすでに牧会を任されたそうでそこで姉2人が生まれ、えー、卒業して、えー、姉2人を連れて旭川の方へ電動、えー、開拓に、えー、引っ越したそうです、えー、と私は旭川で生まれ私のにまた妹がいます4年姉妹の三女として、えー、育ちました、えー、で父は献、えー、診する前は高校で英語の先生をしてたので えっとまあ、教会の牧会をしながらも開拓をしながらも、えっと、英語教室を、えー、行いまして、まあ、それも電動の,、えー、の機会も持ってたと思うんですけれども政権、まあ、を、えー、そあの支えてくれたようですで。私の母は結婚する前に看護師だったようでして、えーまあ、私たちがちょっと大きくなって小,小学校5年生ぐらいの頃からかな牧会、えっと、をしながらも あのえー、病院で働くというようなそんな環境で私は、えー、育ちました、まあ、今、えー、4人目の三女として生まれたんですけれどもあの実はあの今度こそ男の子ではないかと父は思っていたようでして私の父は命名する時には必ず聖書の言葉とつなげた名前を というふうにあの考えていたようで、えヨハネの15章1節にあります、私は誠のぶどうの木であるという、イエス様の、えー、お言葉から、えーと、マサキという名前を考えていたそうなんですけれども、女の子でして、さを取ってマキとそのまま、あの<あ> <laughs> その感じと, <laughs> ということです、えーあの。名前というのは聖書でも本当に大切ですね。あのその 個人個人のアイデンティティが名前に表されています。主の,せあの性格、あのご性質ですとか、あのイエス様の名前のイエシュアス種は救いというその単語そのものですね。そのように名前というのは、あのアイデンティティをあの含むものだと思うんですけれども、それに聖句をあの父がつなげてくれたということには本当に感謝しています。で、えー、と私と私の主人にも4人の子供おりますけれども、一人一人あの聖句を あの繋げてて私たちも命名しています、えー、ヘブライ語に興味を持った背景というのは私にはいくつかあの、あのー、育つ中でありまして、あのー、まず父は英語を教えていたので、あのー、説教を毎週準備する時にあの英訳はどうなってるんだろうって <laughs> よ,よく興味に興味を持ってたらしくて。 で英訳を読んでみるとなんかこう日本訳とはちょっとニュアンスが違うなとかそういう経験をしてたようで,でそうすると言語はどうなっているのかということがすごくやっぱり気になったそうなんですね。で、えー、っと私がもう結婚した後の話なんですけれどもアメリカの方に2008年ですねもうすこそろそろ牧師もあの引退の年が近づいてるんではないかというそのような年 でありながらもアメリカにあの留学して、聖書ヘブライ語とギリシャ語をあの修士課程で学んでいます。とにかく言語ということにすごく興味をいつも持っている父でしたので、えー、とその影響すごく大きかったと思います。でまた、イスラエルというあの国にはですね、あの私が小学校の,あのまだ2年生ぐらいだったと思うんですけれども、イスラエルの聖地旅行に父が行きまして、で貧しい牧師家庭でしたので、あのお土産は。 と言いますと歯科医の石とかね <laughs> あのなんか潮の塊のような <laughs> そういったものを持ってきてくれてでもそれがすごくあの私にも今でもこうあの覚えてるんですねあのなんかどこで拾ってきたのかわかんないような石をこれはな歯科医の辺りからと持ってきたんだぞなんて <laughs> <laughs> こそんなことを覚えて覚えてます。ねあののの教会の夏の プログラムとしてアメリカの方からあの若い宣、えー、教師を、えー、と学生さんたちだったと思うんですけれども英語を教えるあの教室をしてくれる人たちがボランティアで来てくれまして、えー、と毎年そういうプログラムを行うようになったんですけれどもその初めて来た方がたまたまイスラエルの,、えー、のメシアニックンの方と文通をしていたらしいんですね。で その方の名前はあのアルバート・ネッシムさんという方なんですけれども、彼は神戸で生まれてるんですね。そそそうううですね、はいえーえー、とネッシムさんはあの、ご両親がイラク出身のユダヤの方たちだったんですけれども、うん、第二次世界大戦の時期にイラクを逃げて、日本に来ているユダヤ人の方たちの一家族だったらしいんです。うんで あの知り合いだったうちに来た宣教師の方とあの日本に行っている間もこう文通をしたらしいんですけれども6週間の短いプログラムでしたのでその宣教の方があのもう日本をあの出て行かれた後にまたもう一通来たということから私の父の方からあ「もうからここにないんです」というような手紙を送り出したのがきっかけであの何ヶ月かにいっぺんそれ以来。 あのネッシムさんという方からあのお手紙が来るようになったんですね。で来るたんびにあの父があのワクワクしてるんですね。おあイスラエルのネッシムさんからまた手紙が来た。ソ連が崩壊した後であの東欧のユダヤ人がどとっとイスラエルに入ってくるあのアリアをしてくる時期でして本当にあの予言がかなってきているのあの。 実際に話してくださるんですね、その手紙で、それをまた父がとっても興味深く感動しながら読んでいるという、それを私こう記憶にとってもあの鮮やかに残っています、えー。そのネッシムさんとの文通はすごく大きかったなと思います。で、また高校2年生の時に、不屈のユダヤ、ま、魂、ユダヤ魂という本をあの読んだことあるんですけど、ご存知でしょうか。 いやそれ、ね、名前だけは知ってるんですけどちょっと読んだことがないんでまた読んでみたいと思います。はい。はいはい、あの、現代ヘブライ語の、あの、えっと、蘇りの奇跡ですね。うんうん、あの、カトリックのラテン語と同じような感じであの、ヘブライ語は聖書で読むためだけにしか使われていなかった言葉が、お祈りの時にしか使われていなかった言葉が、 実際の日常生活の言葉になったのは、あのベイ・ヤフダーさんという方の,あの大きなあのかあの人生かけてなさった話なんですけれども、そんなこと知らなかったので、あのそういう人生を送った人があの、19世紀の終わりから20世紀にかけて、あのイスラエルという建国が始まる前に、 そんな大きなプロジェクトをした人がいるんだということにすごく私感動を覚えて読んだのが高校生ですね。で、ね、まあそんなあのいろいろ興味になるようなあの背景で私育ちましてで、ね、また父もどうしても新役を通してだけの目線ではなくて旧役をよく分かった上で。 当時のユダヤ人の考え方を分かった上で新訳を読むとまた別の見方ができるはずだというようなあのことを父はよく言ってました、はいえー。看護師になりたいと思っていたんですけれども大学で看護を勉強するとなると科学と,、えー、と生物学を両方ともしないといけないと。で文系にいたのであの化学化学を自分でやらなきゃいけない状況になりましてそれはちょっと無理だということで。 じゃあ一体自分は本当に何をやりたいのかと悩んだんだですね、えー、そうすると突然今まで看護師になりたいと思っていたのがあの100も200も選択肢のある真っ白なカンバスですか高校3年生ですよもう普通の人だとあの進路大体分かっている時に5月になってあらどうしましょうということ <laughs> <laughs> になりまして。 であのそこで父が冗談でイスラエルに行ってヘブライ語勉強してヘブライ大学で聖書を勉強してきたらどうだって言ったんですね。でそれまでこうね1か月ぐらいどうしようって本当に悩んでいたどんなこうアイディアがあの思いついてもなんかこう,こう心の中にあのなんかパズルがあるような状況でして。 あの形があってもサイズが合わないとか、サイズがあっても形が合わない、そんなアイディアが次から次へと出てくるの状況だったんですけどこの冗談は、ですね父が言っ,た言ってくれた冗談は、スポーンと <laughs> 当たってしまいまして <laughs> ね<ー> <laughs> あ、もうそれじゃあ、それをするしかないと。<laughs> うんなるほどそれはあのお父さんは本気だったんですかね、やっぱり。 どうううででしょう本人覚えてますか、ね、<laughs> <laughs> そうですかかねそじゃあお父さんにまたお聞きしてみたいと思いますけれどもなはいあのこう今までお話今お話ししたようなあの自分の生い立ちにはこんなあのことが関係してイスラエルに行きたいと思ったんじゃないかというのは今の自分ですとこう掘り返して分かるんですけれども、うん、その高校3年生の自分にはなぜこのアイデアが こうヒットしたのかっていうのはあまりまだ分かんなかったと思いますね<ー>17歳と自分と。はいはい、とにかくあのこれしかないじゃんと。とても不思議な、ね、お話ですよね。はいでそれで、はい、あのイスラエルに留学するということになったわけなんですね。はいどうですえ高校卒業しまして、えー、とじゃどうやってイスラエルに行ったらいいのかっていうことでまず悩みましてで母も あの父は一度行ってますから一度行くとやっぱりあのシミが湧くじゃないですか母は行ったこともない中東のなんか危ないところに行くなんて <laughs> で私は17歳ですからもうあ,のあれは勇気というよりは先が見えてないのであの簡単に物,が物事がまだ簡単にしか物事が見えない時期そんな年頃だと思うんですね。で、ね えっと、イスラエル大使館が毎年物、キブツに行く人たちのグループをあの送り出しているという話を聞きまして、それだと日本人のグループでキブツに行ってで、向こうに1回着いたら人間関係作れるし、情報も集められるし、それが一番いいんではないかということで、あの大使館を通してキブツに行くグループに入れさせてもらいまして、あの3月の末に、 えー、イスラエルに渡りましたあの4月から7月ぐらいになりますけれどもあのヨルダン渓谷にありますキ物で、えっと、4ヶ月あのボランティアをしましたで行ったその3月の末はですねちょうどもうあの杉越のペサハの祭りの時期で。 あの緑ですごい。そうですね、一番綺麗な時期ですもんね。はい、一番綺麗な時期ですね。えー、っとで、最後の大雨が降る時期でもありますありますよね。で、器、えー、物で毎日こう農業や、<laughs> あるいはあのダイニングルー,ムルームのお掃除なんかをされあの任せられながら。 まあ、あのエルサレムに旅行に行って日本人の方たちとちょっとお世話になっ,、ね、なったりまたあの柿内先生にあのいろいろ助言をいただくようなあそのような、えー、こともありまして、えー、っと無事ど,どこに行けば大学に登録できるか <laughs> というような情報もいっぱい集めまして、えー、っと8月から あのヘブライ大学のヨカメヒナと呼ばれますけれどもにあの入学しましたで本当は2年かかるんですねあのヘブライ語のえっ、ー、と現代ヘブライ語のえっ、ー、と大学で話せるだけの大学で理解できるだけのあの言語学語学力をあの、えー、取得するには 2, 2年ほどかかるんですけれどもあの2つほどクラス飛ばしまして、ね、<laughs> 頑張って1年間であの試験を 取るようにしかし、うん、なんかあの,あの、それまでは全く何もヘブライ語の知識はなかったんですか、の,行くのがあ高3の5月、6月ですよね日本あの、イスラエルに行くという決心をして、さすがに心配だったので、旭川にも幕屋の方がい,たいらっしゃったので、あのうん、教えてもらいなさいということで。 あの週に1回ほどあの本当にベーシックですけれどもあのアルファベットだとかあのどのような、えー、とグラマーなのかとかちょっと説明はいただいたのであのイスラエルに行った時点ではあのこれは何マゼ <laughs> これを聞く時のヘブライ語はできてたんですねまた1から10まであの数えることもできましたであのキブスに行ったばかりの頃は あのー、マグネット工場でマグネットを8時間数えさせられる仕事ヘ8時間<の>はいはいながら一生懸命箱に入れましてで日本人にはどうしてもヘブライはのはい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 でいは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 い ハッシシシュタインシャロシュアルバ <laughs> <laughs> それであのさすがに2週間やるとあのその音も <laughs> できるようになりました。あね、面白いあの時間の使い方を神様たちにさせてくださったなと思いますけれどもあれ、ね、な,なのであの8月にヘブライ語大学であのヘブライ語の勉強を開始したときには 一年ぐらいこうふれ触れてた時間はあったかなと思います。まあ<ー>、そういう意味では、あの全くゼロから、あの一年間で通ったのではなくて。うん、あの一番初めの時点ですでに、あのアレフとベートのちょうど。 境目ぐらいのところから始めたので、うん、ちょっと飛ばすことも可能だったというあのことはあると思います。で、そでまたそれでもすごいですよね。なんかこのね、プトールっていうのはなんかとっても難しい。私は取ったことないんですけど、あのすごく難しいという話だけは聞かされているんでですね、それをちゃんと取られたっていうのは本当にすごいと思います。はい。はい、神様の本当に恵みだと思います。あのプトール取らないと聖書学科で あのクラスにも入れてもらえないんですね。うん、で、後がないというか <laughs>、これを取らなかったら、日本に帰らなきゃいけないのかとか、うん、あの母親に何,を何と言えばいいのかとか <laughs>、とにかくあのこの1年間は人生で一番勉強した時間だったかなと、今でも思いますけれども、85点であの合格なんですけど、た分八86点だったような気がします <laughs>。<laughs> ビリビリでした、えー、でもね合格は合格ですよねすごいですよね。うん <laughs> はいはい、であの3年間聖書学科と古代中東学科というものを変更、あのー、しまして98年に卒業でさすがに一生懸命頑張ってイスラエルの、あのー、友達もできて今また日本に帰るちょっと精神的に自分でも無理な気がしまして。 でまた、ね、本に書いて何をすればいいんだろうという疑問もあったんですね。だ,だったらあのー、本科でああのま BA で帰るよりはマスター取って書いた方がいいんじゃないかという結論に達してあのー、98年から2000年間2000まであの専攻科聖書学科の専攻科に入ったんですけれども。あのー 2000年の時点で結婚しまして結局イスラエルに残ることになってしまったという、はい、そんなそんな経験です。はい、イスラエルでその聖書をですね聖書学科で学ばれた時のことを少しお話しいただければと思うんですがはいそうですねえっ、ー、とまず1年目は本当に何を先生たちは言ってるのか分からないというところから。 あのノートも取れない。<laughs> えとで1年間たった2年,あの2年目ぐらいからはノートがあの取れるようになりまして、そうすると面白くなってきたというんですか、でまたあの先生たちが言っていることを全部あの書き取ることはもう無理だったのであの、大まかに何を言っているのかというのを理解した上で、ノートを取るというあの方向で自分でも頑張ってみたんですね。でそうするとと意外と あの3年生ぐらいの頃からはあの友達たちが「牧野ノート貸してと」と試験前には <laughs> あの言ってくれるような本当にあの勉強する上であの先生たちは何を言おうとしているのかということをすごくこう訓練された気がします。で1年目の,あの勉強によくあるのはあのやっぱり批判的な。あの えっと、考え方で聖書学ですね。どうやったら聖書を学問にできるのかということですけれども、あの、セミナーだとか、セミナーだとか、アメリカで言いますけれども、あの、キリスト教の,せあの信仰を勉強する学校ではないですよね。あの、聖書という文章をどういうふうにあの学問にしているかというあの学びですので、例えばどんなところに、 あの矛盾があるのかとかそれを探すのが宿題だったりだとか<笑><笑>あの自分でもこ,うこんな風に見るんだって思うようなところから始まったのが1年生だったんですけれどもあの2年生3年生のいろいろなこう興味のあるようなあの興味のあるものをこうコースとして選んでいく時にあのその当時の先生たちではですね あの矛盾しているだから聖書はもともとバラバラの文書が集められて一つになったんだだからバラバラにするとこういうソースがあってこういうソースがあってこういうソースがあってっていうところで止まる先生たちではなくてじゃあそれが一つの流れになっている理由は何だろうということをあ<ー>あの気にする先生たちが一人じゃなくて多分ん34人ぐらいいらっしゃったと思うんですね。で そういう読み方をするあの教えを私は聞いてすごく良かったなと思っています。で、あのユダヤ教の何て言うんですか、ラビラビたちが解釈してきた解釈とあの本当に聖書に書いてあることがかけ離れていることが多いんですけれども、そうすると教授として学問として聖書をやってきている教授たちは、あのユダヤ教では こんなふうに伝統的に信じられているけれども、実際に聖書に書いているのはこうではないかという、だから正しく読むと何が書いてあるんだっていう、そういうあの批判ではなくて、もともとの意味をしっかり読みたいという先生たちがあの、私の教授たちにはいたと思います。ですので、あの単語があの、同じ単語が他の歌手でどういうふうに使用されているのか。 でその使用方法の文脈は何であるのかというのをあのしっかりあの調べて読み込んで,でそれをまたもともと読んでいる箇所に持ってきてじゃあここにはこういうふうに書いてあるんだろうというふうに理解をする解釈をするまたもし単語があのその調べている単語がですね教約聖書ではあまり出てこない言葉であるんであればセム,セム語では アラビア語だとかアラム語だとかあるいはアッカド語だとかそういった言葉で似た言葉がないだろうか似た語根がないだろうかそういうことをあの調べる先生たちもいましたあ,のある意味であの正確に読み取るというあの勉強を私はあの先生たちに学んだなと思いますなんかとても興味深いですよねいやー でも、あのね、本当になか、あの聖書そのものが何を言おうとしているかという、それをね、読み取るっていうのはとても重要な。態度だと思います。はい。はい。はい、えー。あの、そのような勉強を、あの、している。のが、私も、た、あの、とても楽しかったですね。だから、ただ単に、ね、日本に帰るのが、こう、ちょっと不安だなっていうだけではなくて、もう少し。あの。この先生たちのところで。もうちょっと深く。学んでみたいという、あの。 希望はすごく心の中にあったと思います。で、実際、あの、専攻科に入った2年間、マスターに入った2年間の学びは、あのどちらかというと楽しかったですね。あの、セミナーでこう、セミナーに行って、先生たちといこう、いろいろ考えたりとか、あの、文献を読んだりだとか、あるいは、あの、自分で、 あの文章まとめて書いたりだとかあのその2年間はすごく私楽しかったと思いますのでちょうどそのあの本科を出てマスターに入るその頃なんですけれどもあのそれまで日本人の教会の方たちと交わりを持っててとてもすごく大切な交わりではあったんですけれどもあの18歳で日本を離れていってますので,でイスラエル 人の友達がたくさんできていてこうにヘブライ語が自分の日常の言葉にどん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 変わっていってる状況だったんですね。で寮に住んでいるので周りの人たちとのコミュニケーションも全部ヘブライ語、あの授業の言葉も全部ヘブライ語、えっ、ー、と、土曜のシャバットの午前中だけ日本語がちょこっとっていうそ<ー> <laughs> の状況でこうだんだんこうなんていうのかな、あの自分の 新しくできてい生きている自分のアイデンティティとなんかこう違うという感じをとし,たしてきたんですね。であの、年代も私よりも少し上の方たちが多かったのもあるんですけれども、そんな中であのメシアニックの人たちの若者の集まりに、週末の集まりに誘われていったんですね。で、そこですごくショックを受けたんですよ。あのけまあ、大学の勉強でも恵まれてはいたんですけれども、あの イエス様のの救いの信信仰はどこでも語られなないいじゃないですかそ<ー> <laughs> それはそうですらね。はい、で、うん、また周りのイスラエル人ももちろんビリーバーなんかいないですよね。ところがすごくこうもう親身が湧いている自分の日本語よりももっとヘブライ語の方があの自分の考えを言いやすいよう言いやすくなってきているそのような自分にとってヘブライ語で同じ年代の若者たちが賛美を歌っている。 でイエス様の救いの話をしている、もう本当にあのイエス様との救いが自分になかったわけではないんですけれども、あのこの横のつながりが、あのすごくフレッシュだったんですねで。必要なのはヘブライ語の集会だという結論に <laughs> 達してあの、1998年の春あたりから、あのえっ、ー、と、 イダヤメシアニックジューンの人たちの集会に毎週行くようになりましたでそこの牧師先生の,あのスビーランデルなんですけれども彼の長男と、まあ、あのその後お付き合いすることになってであの結婚に至りましたあそうなんですか、まあ、2000年に結婚しましてあの本当はそこであのマスターも専攻科も卒業するはず,はずだったんですけれども あのちょうどイスラエルがハイテクのブームが始まった頃で、で、あのどうしても今までは、ね、あの母が経済的にサポートして学生をしていたんですけれども、結婚したということで、あの仕事をした方が仕事をしなくてはいけないじゃないかと、<laughs> 自立しなければいけ,ない,で、はい、いけないじゃないですか。ちちょうどソフト会社で日本のお客様たちと あのソフトの開発を携わっている会社の方からどうしてもあの書いてある言葉があの言葉になってないって言われるんだけれども何が違うのか分からないとなので日本語が分かる人に来てもらわないと困るということで全くコンピューターもソフトウェアも全く知らない私だったんですけれどもあのソフトウェア開発,開発している会社の方で。あの 仕事するようになりましたで子供が3人生まれた後の2012、えっと、年ですねにあのアメリカに渡りましてであのそれ以来はあの主婦をしていますけれどもあの今回のヘブライの宝物の執筆をする背景はあのここに来てからの,あの生活があったかなと思います。なるほどは ではあのーあれですね、このヘブライの宝物という、ね、こん今回出された本につきましてなんですけれども、はい、ちょっとその背景をです、ね、あのご説明いただけたらと思うんですけれども、あのー、2012年に、えー、とイスラエルを離れてアメリカに行くことになりましてで、あのー、本当は主人も私も、あのー、家も買いましてイスラエルで一生懸命ローンを <laughs>、あのー、返すような。 あの生活をしていたんですけれどもここに来てあのアメリカに神様が送り出してください一体どういうことなんだろうと思いながらも子どもたちも英語を全く知らない中であのアメリカに来ましたのでマスのサポートを一生懸命してみたりそんな中であの日本ののクリスチャンの日本人のクリスチャンの方たちとああの聖書を勉強会をするきっかけを神様が与えてくださったんですね。うん、であの さっきお話ししましたように、あの1998年からもう日本の方たちとあの集会で交わるということはほとんどしてなかったんですよね。あの主要の格闘派の方たちとのあのあ,あの通訳をさせていただいたことはありましたけれども、それが全くあの日常の 生活ではなかったのでまあアメリカに行った時の私の心境としては日本語はもっと忘れるだろうなとソフトウェアの会社で働いている時にはあの日本のお客様たちとあのやっぱりコミュニケーションを取っていたのである程度こう日本語をあの維持しなければいけない状況でしたけれどももうないだろうと思ったら今度は聖書勉強会に神様が送り込んでくださいましてあので私も 思うことがあると必ず口に出てくる人間ですのであここはね言語ではこういうことが書いてあるんだよみたいなことを言うとあの毎回びっくりされるんですね。でまた通っている教会の先生にもあここは実はこんな風に書いてあってなんて言うとあそれは深いって言ってくださったりするんですね。であの18年もイスラエルにいて他のクリスチャンたちもみんなマシアニックの ジュのメシアネック10の方たちもみんなヘブライ語を分かる中で生活したので自分にはびっくりすることじゃないだろうということもびっくりなんですねあの知らない人なは,いはいはい。ずっとヘブライ語でね生活されてますからね <laughs>、うん、はいはいであそれはあのここで私が隠し持っていくものじゃないなと、うん、あのシェアする機会を私は見つけるべきなのかなというふうにあの思うことが あの繰りり返すような時間がありましたで2015年にあの末の娘が生まれて落ち着いてきたあたりの18年にですねあのじゃあちょっと1週間に1遍ぐらい Facebook でちょっと書いてみるかということで <laughs> あの小さなグループをあの開設して <laughs> Hebrew Treasure っていいますけれどもあのヘブライの宝物というグループを作ってあの投稿を開始したんですね。 で開始してからあの週に1回だとあの月に4本、うん、ケチだから月に5本にしてみようと <laughs> 思ってあの書き始めました。えっと、題材を選んで、えっと、英訳の聖書もちょっと見てみたりそしてヘブライ語のコンコルダンスを見てどんなところにつながりがあるのかどんな語根があるのかとかそんなことをあの調べたあとに今度は英語で書いて。 であの12歳だった娘に「ちょっとこの英語大丈夫?」って見てもらってでそんなこんなで1年間かけて60本あの投稿することができましたで今思うとこれは奇跡だったなと思います、ね、あの,その書ける内容が毎回神様与えてくださったこと。うん そしてそれが毎回こう自分にもこうなんかこんな素晴らしいこと見つけた今回もみたいなそういうことを繰り返してあの私じゃなかったなと思いますどちらかというと神様が私にほら見てごらんほら見てごらんほら聞いてごらんっていうメッセージを与えてくださったのがこのヘブライの宝物だと思っています。 なるほど。ねすごいですよね。なかなか、あの、ヘブライ語ってね、なんていうかこう、日常法なんですけども、それが聖書の言葉でもあるんで、やっぱり日常法として使っておられると、よりね、深く、なんかニュアンスがお分かりになるんじゃないかと思うんですけども。で、あの、なんかこの出版に向けたことでですね、ちょっと、あの、まあ、それで、 け原稿を書くというのと、またこの出版するというのとはね、またちょっと、あのだんだん,、えー、なんていうかレベルが違うと思うんですけど、その後どうなったかをちょっと簡単にご説明いただけたらと思います。はい。はい、で、あのー、60本か,かけて書きましたあの。初めは日本語で出版というのは考えてなかったんですね。とにかくアメリカで出版しようと、私の周りの友達たちに、あのー、シェアしようと思ったので、あのところがですね、 イスラアメリカの,あのキリスト教関係の出版って、本当に大きなマーケットで大きすぎて、どっから手をつけていいか分かんないぞと、うん、であの主人のとても仲良くしているあのお友達がいるんですけれども、あの文学をやっていらっしゃる方なので、でその方にあの見てもらえないだろうか、編集というか、まあ、とにかく見てほしいということで、それが半年、1年ぐらいかかったんですね。 であのそれ待っている間にちょっと時間ができてしまいましたのでじゃあ日本語にも訳してみようかということであのその訳を自分で60本地道に <laughs> しましたでそれが終わった頃ですねあのそれで19年で終わった頃にちょうどまたあのコロナが <laughs> 始まりまして。 であのどうやってこの先すればいいかなという悩みの中、あのちのことばしょのほうにあの連絡を取りましてであの、連絡を取ってみたところで、協力出版ということではどうでしょうかというあのお話をしていただきましてで、主人もそれならやってみたらどうじゃんい,いいんじゃないかと、こう背を押してくれ,て、ね、<laughs> くれ,くれ,くれまして。 えー、あの,にあのスケジュールを立ててくださいまして2二十1年の6月から9月にかけてもう本当にいのちのことばの方にはあの素晴らしい協力を <laughs> いただきまして、うん、あの10月の出版にたどり着いたということですああなるほどねまあ私たちね本当にあのなんかいのちのことばってね結構 なんていうか、こう、イスラエル的なものとかね、ユダヤ的なものっていうのは、まあ、割にあの、こう、ハードルが高くってですね、なかなか、あの、出してくださらないんで、まあ、そういうところからですね、こう、きちっとした、あの、本が出るっていうのはね、本当に、あの、素晴らしいインパクトがあったと思うんで、まあ、あの、英語でね、出版されたらもっとたくさんの人が読んでいただいたかもしれないんですが、あの、日本語は、あの、なんていうか、あの、本当にあの、貴重なものなんで、 だから、私たちとしてもですね、あの、非常に大きな価値があったんじゃないかなというふうに、あの、思っております。では、あの、まあね、この、私もこのヘブライの宝物っていうのをね、いただきまして、とても、あの、素晴らしい本だったと思って、思っておりましてですね、えー、なんかすごくね、いろんなテーマが、 たくさんあるんですけれどもあの、もしよろしかったらですね、その中から一つあの取り上げていただいて、えー、ちょっと内容はこんなんだということをですね、えー、少しあのご紹介いただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はいえー、今回選ばさせていただいた、えー、言葉は、えジムラあの、ヘブライ語的に、えー、と発音しま,すしますと、ジムラという言葉です。で えっと、このズムラという言葉の話をする前に、ヘブライ語と、あのヘブライ語の特徴のあります語根とあの母,母音のパターンがあるんですけれども、それにちょっと説明させていただきます。えっと、英語でもちょっと似たりが例がありまして、語根と言いますと、子音ですねあの、音、S とか N とか G。えっと、この3つの、あの、 えー、音が母音によってあの意味が変わるんですね。sing だと歌うという動詞ですけれども song 愛が王に変わって、えー、と歌という名詞に変わりますね。あのこのような感じでしてあのヘブライ語というのはこ根3つの詞音の音の,あの、えー、と組み合わせが母音のパターンによって あの単語が変わるというのがヘブライ語のと,とても基本的なあの、えっと、仕組みになっています。で、例えばこの例になるんですけれども、LMD、えっと、ヘブライ語で言いますと、ラメドメンデダレドですね、ルムドこの3つの詩音があの合わせて語根になっているんですけれども、これが、えっと、ラマードというあの 母音パターンに入りますと学ぶという動詞です。リメイドという愛といい、いえの,の母音パターンに入りますと今度は教えるという意味ですね。だから、このル・ム・ドというこの詞音は勉強するということに関連がある母音なんですけれども母音パターンによっては学ぶ、別の母音パターンでは教えるというふうに変わります。でまた あのタルミードという言葉ですけれども、今度は生徒さん、弟子さん、イッラメードというのはあの、動詞ですけれども、修業するという言葉になりますけれども、あの簡単に話しますと、結局、この赤いあの色で示しています、あの音、死音の順番はルムデという順番、それがいろいろな母音パターンに入りますと、 あのいろいろな別の単語ができてくるというそういう仕組みになっています。でヘブライン宝物のこの今回出版した本の内容の大,本大半は実は <laughs> この語根からつながっている別の単語はこんな単語があるんですよというそういう話があの大半を <laughs> 示していると思います。えー 例えばですねあの、シャローム、皆さんご存知の言葉だと思いますけれども、シャローム、平和。でも、あのシレムという動詞は支払いをする、えー。シャロームというのは支払いが終わった完全な状態という意味もあったりします。でそういう語根の、えー、と一番始まりの意味が何であるかということを理解すると、 とってもこう聖書も読むのが面白くなります。ね、じゃあそういう言語にあるあのヘブライ語はそ,そんなに大切なのかまたそれにあるメッセージなのかということなんですけれどもこの意外なところでの言葉のつながりを見ると本当に楽しくなってはくるんですね。でまた日本訳ではやっぱりあの意味が訳をするときには大切になりますのであの語根が こんな単語につながっていることをいちいち説明していると聖書の役にはなりません。ですからあのどうしてもやはりあの役をする時にはそこに書いてある意味で役をされていますけれどもあの言葉のつながりが分かった時には、えー、深みが味わえる、えー、ことができます。じゃあヘブライ語の言語であるいはギリシャ語の言語で 読まないと聖書は理解できないのかという質問が、えー、私もよくあの聞かれるんですけれども、えー、私が思いますのはあの聖書で聖書を読んでいる私たちにとって一番大切なのはあのメッセージだと思うんですね。でメッセージは訳をされている聖書でも伝わってきます。で聖書は清い書と書いてありますけれども あのヘブライ語の言語が清,清いのではなくて、語られているメッセージが清い,清いと私は思っています、えー。こんな本を書いている私が言うのはもしかしたら矛盾かもしれないんですけれども、あの、えー、言語じゃないと分からないということではなくて、あの分かる理解をする力を与えてくださっているのは聖霊様だと私は思っています。ね あのヘブライ語が分かったから他の人には分からない神秘的な理解がヘブライ語を勉強するとあるんではないかというそういうアプローチではなでは私はあの聖書を読んだりあるいはあのかこの本を書いたりはしていませんあの深さは見えてくるんですけれども根本的なあの聖書に書かれている救いのメッセージはあの英語で読んでも日本語で読んでもドイツ語で読んでもヘブライ語で読んでもギリシャ語で読んでもその あの救いのメッセージは、えー、全く同じだと思っています。で、あ,のある意味ですね、それを、えー、と皆様の,あの念頭に置いていただいて、今回この「ジムラという言葉のお話をさせていただきたいと思います。でこの「ジムラという言葉は、あの創世紀の43章11節に出てくるんですけれども、えー ヤコブですね、まあ、この歌手にはイスラエルというふうに書かれて,かれていますけれども、あの息子たちにあのエジプトの、えー、大臣にお金を持っていて、そして穀物を買ってきなさいと、そしてあの人質に取られている、えー、と3番目の息子、えーえー、2番目の息子も連れて帰ってきなさい、使命も連れて帰ってきなさいと。 でそのためにはどうしても大切なベニヤミンという末の子供を連れていかなければいけないのでとにかくあの本当は手放したくないんだけれどもあの送り出すしかないその、えー、状況にあってその大臣のところに贈り物を持っていきなさいというんですけれどもその贈り物を持っていきなさいという彼の言葉にこの地の名産を入れ物に入れそれを贈り物としてあの方のところに 下ってあ,なたあの方のところへ下っていきなさいというふうに彼が言います。で、食物を買いに行く彼が贈り物をするんですね、基金も2年目に入ってきて、本当にあの物がない、その彼があの贈り物を持っていきなさいというのは、本当にないものをあの集めて贈り物として渡す,あ渡す場面です。 ね、今話しましたように既にあの使命は人質に取られていますでヨセフは小さい時にあのいなくなっていますねで唯一、えー、と末息子のラケルから生まれている末息子の,あのベニヤミンを、えー、一緒に送り出さなきゃいけない手放さなきゃいけないそういう状況にあるヤコブなんですけれどもあのなんでこんな状況に自分を追い込まれたのかというふうに悩みながらも あの要求を受け入れて、そして2倍の支払いも用意して、そして贈り物まで用意したというところで、のこの地の名産を、この地の名産を持っていきなさいというふうに彼は言います。で、ここにあの名産というふうにあの書かれている言葉は、英訳では、ベストフル t ツというふうに書かれていますね。え、これを持っていきなさいというふうに言います。 この「ジムラという言葉はあの聖書であと7回だけ出てくるんですけれども「失、え、礼、ー」「えー、ジプト記15章2節紙編118」「14」「イザヤ書12章」の2節は全く同じ説なんですけれども3回出てきます。そ,そこでは、えー「ジムラティアあの主は、えー、褒め歌」「主への褒め歌」とも読み取れるかもしれないですけれども「歌」という言葉が出てきています。 詩81の2では声高らかに褒めを歌を歌えという言葉がありますけれどもセウ・ジムラというふうに書かれています。篇九98の5では縦言と歌の調べという言葉がありますけれどもそこではコール・ジムラ。イザヤ書51章の3節では感謝と歌声とがあるというところでトダ・デ・コール・ジムラというふうに書いてあります。 最後にアモスの5の章23節では、ことの音を聞きたくない、ムラネバレハということですけれども、あの今お話ししましたように、8回出てくるんですけれども、8回中7回はすべて歌、また,または音、えー、楽器の鳴らす、音、えーね、そういった、えー、意味で使われています。でこの ズムルというこのシーンですけれどもあの歌を意味する言葉ですねで黄金な者たちの歌ということでザミールというあの別の母音パターンですけれどもあの言葉があったり、えー、イスラエルの歌という表現が第二サムエル記の23章1節でジムロという言葉で出てきていたり、えー、歌うという動詞はジメルという動詞であり 宣言ですね、えー、私は歌いますという宣言があの20回ほどあの旧約出てきていますけれども、あざメルという宣言や、えー、と歌いなさいという命令がザ,ムルザメルという言葉で出てきていたりします。でこのように見ていただくと、ズムルというこの3つの子音がですね、いろいろな母音パターンに入った上で、あの歌う。 を表す言葉が出てきているのが、えー、分かっていただけるかと思います。であの、他の意味の言葉も実はこの母音パターンズ・ム・ルではありまして、出引きの25章、まあ、おきてのところですけれども、あのまた、イザヤ書の5章6節にでもですね、ブドウの枝を,枝を下ろすという言葉や、 ブドウ畑を刈り込むということで、ザマルというあの動詞があるんですね。あの収穫をするという言葉ですえ。民数記の13章23節ですけれども、これ有名な話でして、えー、と出エジプトをしてきて、さあこれからイスラエルの地に入りたいとあのいうことで、モーセが12人の偵察,の人偵察をする人たちを送り,送り出すんですね。 で送り出されて帰ってくるときに彼らはえっとザクロや一軸をあを切り取ったり、そしてブドウの枝も切り取って持ち帰ってくるんですね。こんなに素晴らしいあの果物がこの地ではあのなっているということをあのみんなに知らせるために証拠として持ってくるんですけれども、このブドウの枝はズモワという言葉で表されています。で あの先ほどのページでお見せした「あのズムル」は全てこう歌に関していたんですけれども実はあのこのザマールという動詞やズモラという名詞はブドウの木にあの関わりがあるということが分かりますじゃあつながりは何なのかということになるんですけれどもあの見ていただきますとザマールは、えー 畑を刈り込む枝を下ろす、まあ、収穫の,あの動詞ですね。というあの動詞は歌うという、えー、動詞になります。ズモラは枝。ズムラ今回お話をさせていただいている単語ですけれどもは歌。もしかすると言葉の発展は 私の勝手な個人的な解釈なんですけれども収穫をしながらザマーという行動をしながらこう歌声が出てきたんではないかと思います。おうおうああここにも鳴 <laughs> っているこれを刈り取りこれを刈り取りこれを刈り取りうれしくなってきて出てくるのが歌なんではないかなというふうに、えー、とこれはですね、あのー、私の解釈であり,あります。 で、元にあの話が戻るんですけれども、ヤコブの贈り物で、ジムラ。あのジムラという言葉を贈り物として、あるいはあの名産の、この地の名産という、またはベストフルーツという言葉で使われている、この言い方は、ヤコブが一回きしている、1回しか使わ,使われていない言い回しですね。じゃあ、何だったんだろうと、私、やっぱり悩みました。例えば、あの サムエル記ではアビガエルやあのツイバ,バという人がですねあのダビデに贈り物としてレーズンを持ってきているんですけれどもあのでもレーズンはジムラという言葉ではありません関係あるかなというふうに思ったんですけれどもあの危険2年目ですよねレーズンも残っていないと思いますでまたあえて地の名産ジムラと というふうに役語は言っているのであの、彼の独特の、その時、独特の言い回しだったんじゃないかなと思ったりもします。で、あの知の名産と言った後に、具体的にリストしたというふうに受け取る方がいいんじゃないかなと思います。あの今回の,あのテーマに使っているこの箇所、少し先を読みますと、 あの入耕、蜜、受耕、もつ薬、くるみ、アーモンド、これらのものを持っていきなさいと、ヤのブはわざわざ言っていますので、きっとこれは、題名として言ったのが、ムタアス地の名産で、子ど,子どたちはみんな、お父さん何、何って <laughs>、そんな目をしたのかなと、私の勝手な想像なんですけれども、そこでこんなリストが出てきたのではないかなと思います。えー で本当にあの何度も言ってますけれども、基金で食料がなくて買いに行かなきゃいけない状況で、そして、あのー、シメオンがもういない、えー、ベニヤミンも手放,さげなけ手放さなければいけない状況であるヤコブですね、12人いた息子のうちに、うち,うちのもしかすると3人がいなくなってしまう、ヨセフを忘せると、そんな、あのー、辛い状況にある中で、ジムラタ・ーベツ。 あの大切なものを贈り物として持っていきなさいというあのその貴重さをもしかしたらこの言葉で言い表したのではないかなというふうに思いました続けますけれどもあの聖書を読むときにじゃあ私たちにどういうふうに適応があるのかなというふうにやは,やはり気になりますねヘブライ語の13章15節にとてもあのつ,ながるつながっているような 聖句が一つあります、えー、私たちはキリストを通して三美の生贄すなわち皆を称える唇の果実を神に称えず、讃え,えず捧げようではありませんかというあの言葉が書かれています。でこの唇の果実が三美の生贄というふうにあの言い表されているのが今回の私の題材に、あのそうですね、あのザマーブという。 刈り取るという言葉が字名歌うという言葉に発展したのではないかという私のちょっと勝手な解釈にもしかするとこう大丈夫だよと <laughs> 間違っていないよというふうにいあの取れるようなあの言葉ではないかと私は思ったりしました。でヘブ,ラヘブル書の,あの筆者はあの信仰の読みは簡単なものではないということをあの主に書いていると思います。殉教した信者徒たちが何人もいる。そして 信仰の,の歩みとはあの、えー、目に見えないものを確信した歩みだというそういったことをあのヘブル書の「筆者は書いていますけれどもその最後の13章にきましてあの賛美のいけにえを唇の果実を絶えず捧げます捧げましょうという勧めをしていますね。いけにえというのはあの簡単にできるものではないですね。 難しいものを持ってくるからこそ生贄だと思います。辛い状況にあるからこそいけにえとしてあの価値が出てくると私は思います。で、ヤコブの置かれていた状況もあの本当に辛い状況にありながらもあの贈り物を出そうと思ったその彼の心境がつながってくるかなというふうに私は思いました。で、 このジムラという歌ということとそれからブドウの夫というあのことが私にはまた見えてくるんですけれどもあのヨハネの15章1節と5節を合わせますとあのイエス様の言葉ですけれども私はまことのブドウの木であり私の父は農夫です。私はブドウの木であなた方は枝ですと書いてあります。そしてあの私につながっていれば 実がなりますよという言葉をあのイエス様話していらっしゃいますけれども、うのの実を刈り取るのは農夫ですね。ということは、あの父なる神はあの実を刈り取ってくださる、私たちの人生で出てくるあの実を刈り取ってくださる方です。ス、ね、話にあのイエス様につながっている枝の私たちの賛美そのものが、 ブドウの実なのかなという言葉が,ことが今お話ししましたヘブル書13章の,の言葉やまた今回のジムラという言葉とあのズモワというあのブドウの枝ということでつながってくるように私には思います。でその私たちが賛美の歌を歌う時にそれを収穫しているのが父なる神。でそういうあの イメージが湧いてきますとあの私たちが主の皆を賛美するときにそれがあの収穫の実としてとっている父なる神を神父なる神様も歌っておられるのではないかとああおいしそうなブドウの実が出てきたよとつら、えー、い状況にある私たちつらい状況を通るときにですねそういうつらい状況に ある中であえて出てくる賛美の実はあの収穫してくださる父なる神様からは父なる神様も歌いたくなるような素晴らしい実というふうにあの受け取ってもらえるのではないかというふうに私は思っています。えー、この言葉がつながっているつながりだとかあのこのヘブル書の言葉を解釈している私は これはちょっと個人的な解釈ではあるようにも思いますでも私たちが神様の皆を賛美する時にそれを本当に大切に受け止めてくださっているというのはあの聖書にあの聖書的な解釈だというふうにも思ったりしています。えー、こんなふうにですねあのヘブル語の言葉をあの読み取ってつながりを見ていく時に あの新しい、あのー、秘密だったような真実は出てこないですね。あの実際このヘブルュー書の13章の言葉を知っていれば、あのー、今回の,あの「ジムラと」とそれから「あのザマール」という「刈り取る」という言葉を知らなくてもあ私たちが感謝の捧げ物をするときには神様大切に受け取ってくださるだろうというふうに、あのー、解釈は この真実はすでに書かれている真実だと思いますけれども、これがヘブライ語で出てくると、またそれがあのこうイメージが出てくるというんですか、ぶどう畑のイメージだとか、枝を刈り取っているそのイメージだとか、美味しそうなぶどうの実だとか、そういったものがこう生き生きとして見れてきたりするのが、私にとってはとても、えー、楽しいことです。でそれが私の,あの宝物になっていきます。で あのそんな宝物を少しでも、あのー、日本にいる兄弟姉妹たちに、えー、と分かち合えるのはまた私にとっても少しすごく感謝なことだと思います。でこんなふうにです、ね、私を、あのー、とても普通じゃない人生を <laughs> 神様私に与えてくださいましたけれども、あのー、そんなきっかけを話してくれた、あのーえー、しあの私の父の冗談やあるいは私にこんな名前を 与えてくれた父の命名やあるいはあのずっとサポートしてくれた母あの本当に、えー、感謝だなと思いますで、それをあの通してまた日本の方たちにお返しできるものが少しでもあれば私にも感謝なことかなと思いますあ、今日はありがとうございましたはい、えー、ありがとうございますえー、本当にあのなんていうかこの ヘブライ語でね、あの、この言葉が繋がってるっていうのは非常に不思議なことで、あの、今日ご指摘いただいたような、あの、なんていうか、ヤコブがこの地の名産をね、あの、器に入れて、そして、あの、なんていうか、こう、持っていきなさいというところと、この歌っていう単語がですね、繋がってるっていうのはちょっとこれ聖書をね、普通に、あの、日本語に翻訳されてる聖書を見ても、あの、わからないんですけど、 なんかそういうことがちょっとヒントとして見えてくるというのはね、本当にあのこの言語で聖書を読むっていうのはね、楽しみではないかなと思いますけれどもあの、ね、本当にあのなんか今日のお話でね、あの私もすごく、えー、不思議に思ったのはこのイスラエルに行ってね、あのメシア肉食の人と結婚して それからまたアメリカに行ってこの日本語でまた聖書の学びをねあのしたりとか集会したりとかいうそういうとても不思議な人生を歩んでこられてますので、まあ、そのような中であのなんか、えー、こう発見された宝物をですねこうシェアしていただけるっていうのは本当に感謝なことかなというようにあの思っております。ヘブル書ののとこころで、あの賛美の生贄っていう、ね、あの言葉があります,すけども、あのこれは今何かあの 書いた人っていうのはですねあの、まあ、ヘブロビ人への手紙なんで結構深いあのヘブライ語に関するですね造形がある人がまあ書いてるというように、まあ、あのヘブロ書ってね誰が書いたかわからないですけれどもでもそういうかんあの深い造形があって書いておられるものではないかと思うんですけどやっぱりその背景にはあの書いてる人の頭の中ではあのヘブライ語で考えているというそういうように 考えた方がよろしいしいでょうかそうですね私も実はですねこの今回のこの「ヘブライの宝物」の本を書いて、えー、書いている時あるいはあの日本語に訳している時に。 あの、この今回のヘブライ語、ヘブル書の、えっ、ー、と、13章の言葉は引用していないんですね。あの、実際に本を読んでいただくと分かると思うんですけれども、で今回のこのセミナーの準備をするにあたって、あ何について書こうかなと思ってたときに、実は、あの、空読でヘブル書を読んでまして、13章のこの言葉を見たときに、あ、はあ、これは絶対に、<laughs> ジムラが、 あって書かれた言葉ではないかというふうに私も思ったんですね。で、あのギリシャ語でしか私たちには今伝わってきていない,い,ないので、あの確信は持てないんですけれども、やはりヘブル書はあのとっても、ま、細かくあの幕屋だとかあるいはあの契約の箱のあの意味だとかあの。 読む、えー、キプールですね。あの、あがないの、えー、にかけられる罪、あの、血の意味だとか、そういうことがとっても詳しく書いてありますので、ヘブル語を知らない人には書けない内容だったと私も思います。うんえー、ですのであの、あの、そのヘブル書の見言葉を読んだときに、あ、これは、ズムラーについてお話をするように導かれてるのかなというふうに私、実際に思った。 のが、あの、今回のこの題材を、あの、選んだ理由の一つです。あ,あ、なるほど、なるほど。そうですね。あの、確かに、こう、この部分、この説明を聞きしてから、この賛美の意見にっていう言葉をね。 あの、聞くと、なるほど、こちらには確かにこの、えー、なんていうか、この、ジムラーという言葉がね、あの、ジムラーって言わないといけないかもしれないですが、そのジムラーの、えー、ジムラーっていうのが、あの、確かに背景にあるというのはね、あの、まあ、とても説得力のある説明ではないかなというように。 思います。はい。ねあの、それと私は今日のね、あの、なんかお話をお聞きしてて、やっぱりこの喜びっていうのはね、非常に重要なことで、こう、ぶどを収穫しながら喜んで、その歌をね、歌ってる、その歌っていうのが、これがあの、神様に対する、えー、なんていうかこう、賛美になって、また神様も喜んでおられるというのは非常にあの、印象的な、 話でやっぱりあの何て言うかこう喜ぶというのはねあの非常に重要なことで人が喜んでるっていうのはやっぱり神様も喜んでるしあの人,と人と神様とが共に喜ぶあの聖書の中にあのなんか主人と一緒に喜んでくれというのがねありますけれども、はい、やっぱりあのなんかこう楽しみとしてねあの勉強するというのが すごく重要なことじゃないかなというふうにね、こちらの方で思いました。なんかあの、マキさんのお話をお聞きしてましてですね、あの、すごくこう、楽しみながら、あの、聖書を勉強して、ヘブライブも勉強していかれたという、なんかそういうね、えー、なんか気楽にこう、あの、えー、学べていけたらいいなと思うんですけども、でもあの、ちょっとお聞きしたいのは、この、素人が自分であの、 あれですよねその語根でこの語根がどこに使われているかとかいうのを調べるのはちょっと難しいですよね、やっぱり。そうですね。ヘ、ね、<laughs> ブライ語の,あの語根を調べるっていうのはあ,のある意味一番難しいかもしれないですっていうのは、うん、あの語根に見えている文字が実はあの単語を形成するパターンの一部だったと。 うん、そういうふうにびっくりすることがあ,のあるんですねあ。文法を知っておかないと語根をあの割り出せないようなそういう難しさがあるのであのやはりちょっと,、えー、と12ヶ月。 あのアルファベットを勉強したというところでそれを,を調べるのは難しいかもしれない。ですねやっぱりあの一番私もあの難しかったのはヘブライ語を勉強しだし,し,だして難しかったのはあの語根がキーになって辞書書書かれているんですね。あはいはい、であの一生懸命あの毎日あのヘブゴロの教室に出て帰ってきてで 分からなかった単語を探そうと思って、こう辞書を調べるんですけれども、どうしても出てこないんですね。語根が、うん、それがあの一番難しい、あの辞書を調べるときに難しい、あのハードルだったなというふうに今でも覚えています。そういう意味では、あの、その語根をあの割り出すためには、文法を少しちゃんとやっておかないと難しいですよという、それがあのネックになるかなと思います。うん、そうですよね。 なんかあの、コンコルダンスを使うとね、あの、なんていうかこう、あの単語、同じ単語が出てくればね、わかるんですけど、同じ語根の単語っていうようになるとね、ちょっとあの、ハードルがぐっと上がるんで、すごく難しいですけど、はい、なんていうか、まあ本当にあの、すごくあの、たくさんの内容がね、あの書かれてるんですけれども、えっと、これをですね、あの、実際に日本の あの読者の皆さんがです、ね、あの勉強していくとちょっとあのなんかあの、えー、どのように勉強したらいいかということについてです、ね、何かもし助言があ,のありましたらあのちょっと著者としてですねあのご知って,なんてい,うかいただければという助言いただければと思うんですけど何かこういうように読んでほしいというようなことがあればです、ね、あの一言お願いできますでしょうか。そうですねあの、えー どうしても言葉の、あの、言葉に焦点を、スポットライトを置いてるんで、で、同じ言葉がどこに出てるんだろうっていうふうに私毎回探していくので、そうするとどうしても飛んでしまうんですね。あの、ジフトシカキから始まったと思ったら、すいません、ソースから始まったと思ったら、突然紙幣に行ったり、突然サムエル記に行ったり、うん、ということで、どうしても、あの、 飛ばずに、飛ば,飛ばないでを説明できないという。飛ぶっていうのは<の>聖書のいろんな箇所をあの飛げていということです、ね。いろんな箇所をあの参考にして,いただけなしていただくてはいけない状況にある,あるんですね。うん、ですので、あのさらっと読むのはちょっと難しいかもしれないです。あの え突然この,箇所にこの箇所に今参照しているその箇所には何を書いてあるんだろうというそういうちょっとあの読みにくさはあるかもしれないですのであのやはり1月から12月に分けて書いているのも書いている私自身も56日ぐらい時間をかけないと書けないような内容であったというあの背景も あると思いますのであのゆっくりゆっくりあの読んでいただくといいかなと思いますでまたあの1年間の時間をかけて書いていますので今ちょうど杉越のお祭りをしましたとかあるいはちょうどあの夏だ少なってきましたというあの私のこの日常で体験してきした季節だとかそういったものが出てきていますので今 そうですね3月ですね、今お買いいただけますと、ちょっと初めの3ヶ月分はあのん頑張って読んでいただかなくてはいけないかなとも思ったりもしますけれども、あるいは3ヶ月と飛ばして4月から始まっていても、全く問題はない本だと思います。あの一生一生独立していますので、あ,の、えー、あえて初めから最後まで順番通りに読まなくてもいいかなとは思います。 あそうですね。なんかあの、今の最初におっしゃった、あのご説明いただいた、その語根というものがね、どういう、どういうものであるかということは、確かに最初の方に説明あるんですけど、まあ、それさえ分かればね、あのとのお菓子はその月に合わせて読んでいくというのが、まあ、いいかもしれないですよね。はい。はい、あ,<ー>あの、ヘブライン語の言葉そのものを、あの、説明しだすと、うん、ちょっと、あの、 こういうエッセイ的な本では終わらないかなという気もします。どちらかというと、ヘブライ語全く知らないけれども、その語根と母音パターンの基礎だけ分かっていただければ、あとは何とかなるように書いたつもりでもありますね。どちらかというと。ヘブライ語が分かんないと読めないぞではなくて、あの今読んでいただいている日本語に訳されている聖書をあの読んでいて、 あのよく分かんない名前がいっぱい出てくるけれどもあのメッセージは分かるじゃないですか。書いてある神様の言おうとされているあの起きてだとか恵みだとか哀れみだとかそういったものは読み取れると思いますのであの私がやっぱり皆さんにあの焦点にしてほしいなといつも思うのはメッセージです。神様が何をおっしゃろうとおお 神様が何をあおっしゃってるのか、そのメッセージは何かということが焦点にしていただくと、あのあの難しくなく、あの受け止めていただけるかなとも思います。あ、そうですね。全くあのおっしゃる通りだと思います。あの何て言うか言語がわからないとわからないし。 シークレットがあるわけじゃなくてですね、その言語が分かると、よりそのメッセージにはね、深みが出るというね、あのここはね、はい、とても大事なことじゃないかなと思います。あの今後の活動ビジョンについてですね、えー、なんかこんなこともやってみたいというのがあればですね、あ,のあるいはこう日本に、日本の人と何かやりたいとか、そういうことがあればちょっとお話しいただければと思いますけど、いかがでしょうか。 英語版の方の出版にたどり着いていませんので、アメリカの方たちにもシェアできるような本になったらいいなというふうに思っています。で、えっと2018年にすべて書いたこの60本が今回の本になっていますけれども、その後、えっと2019年と20年合わせて20本近く書いてるんですね。で、それもあのいつか本にできたらいいなとでも。 1>, 1冊目に60本入れたので <laughs> 20本ではちょっと <laughs> あのー、寂しいかなと思ったりあのー、あるいはですねあの旧約聖書の、あのー、一番お気に入りの見、あのー、言葉というようなシリーズを、あのー、できたらいいなと思っているんですけれどもそれは例えばあのー、いろいろな方にあのインタビューさせていただいて「あなたの一番お気に入りの歌詞はど何ですか?」とでそれをあのー あのそのお気に入りの箇所の、のえー、だ,だと言われて言われておっしゃってくださるいろいろな方の箇所を、ちょっとヘブライ語で、あのーあのー、さの説明をさせていただくような、そういう、あのー、ことができたらいいなというふうにも思ったりしていますけれども、うんあのー、そうですね、この先、神様がどのようなことを、あのー、し,しろというふうに <laughs> おっしゃってくださるん <laughs> です、ね、全くからないいけれども。 はい、一つですね、はい、あの今回の,あのヘブル語の難しさというふうに今、石田様おっしゃってくださいましたけれども、あのとてもあの素晴らしいなと思うのはい、一度、現代ヘブライ語を理解すると、あの旧約聖書の,あのヘブライ語、旧約ヘブライ語ですね、があの読みやすくなるというふうに思います。あ<ー>ね、はい,はい、はい うん、あの、ね、日本語も。はいや。やはり日本語もあの古典読むのは難しいじゃないですか、日本人でも。<laughs> ですよね。あの中学校ぐらいに入ったあたりから古典が出てきて、やっぱり。 あの大変ですよね日本人で日本語を話して育っていても、えー、とそんな感じであの旧約聖書のヘブライ語もやはり少しあの古典的なところはあります、うん、でもあの現代ヘブライ語で毎日ヘブライ語で生活をしているイスラエルにいるユダ,ユダヤ人はある程度あの読めるんですねでこれは私はあのベン・エフダが行ったあの聖書ヘブライ語が 現代ヘブライ語に復活してきたその,あの重要さというものがあのユダヤ人伝道ではないかなというふうに思っています。あの私もあの一年間ヘブライ語を勉強してそれから聖書学科に入ってもう1年ぐらいしてだんだん教授の言っていることをノートに取れるような状況にありましたけれども、あのヘブライ語が日常の言葉になっているとやはりあの聖書 読みやすくなるというかなんとなく書いてあるることとかななんとなくあの誰か朗読してくれている人がいるとあの入ってくるんですね頭の中にメッセージとして。これはあの全世界にあの散らばっていてそしてあのヘブライ語で生活をしていなかったユダヤ人の方たちがあの聖書を自分たちで読める力を あの持つこととがができるように神様があのしててくだださっった奇跡だと私は思っていますあのユダヤ人の救いのために祈ってくださっているあの,のかけ橋の働きですけれどもあのそういった意味ではこ,このような現代ヘブライ語があるというその奇跡についてもですねあの私は素晴らしさがあるかなというふうに思っています。 ああ、なるほど。そうですね。あの、私も、あの、えっと、イスラエルの歌っていうね、あの、なんていうか、こう、ヘブライ語の賛美の本を出したことがあるんですけれども、あの、ヘブライ語で歌を歌っているのをですね、あの、実際そのままカタカナで歌ってると、なんとなくそのヘブライ語の言葉の意味っていうのがね、あの、入ってくるんで、だから、あの、意外と、あの、ヘブライ語を勉強し始めた時に、あ、この、 なんかメシアニック賛美の中にあった単語だっていうのがね、あのすごく、えー、なんか時々ピンとくるんで、だからヘブライブの賛美歌を歌うっていうのもね、あの意外と、なんかあの学ぶべき点が多いんかなとか、あの、誰でも簡単にできてね。はい、だからヘブライブは単にカタカナで覚えるだけじゃなくて、はい、その時にちょっと意味を考えながら歌っていくと、まあ意外と、あの <laughs>、 ちょこっとぐらいは、この宝物のかけらぐらいは拾えるかなとかいう感じで思います。はい。お,いお忙しいところありがとうございました。はい